クラリッサはサミュエル・リチャードソンによって書かれ1748年に出版された書簡体小説。常に家族からの妨害を受けながらも美徳を追求しようとするヒロインの悲劇を描いている。一般にリチャードソンの傑作とされており、英語で書かれてた最も長い長編小説の一つ。基本的に書簡体の小説であり、 すべて登場人物の手紙のやりとりによって展開する。悲劇のヒロイン、クラリッサ・ハーローは美しく高貴な若い貴婦人である。彼女の家族はつい最近、裕福になり、貴族の仲間入りをしようと望んでいた。彼らは当初、ハーロー家の富と土地を、クラリッサの兄であるジェームズ・ハーローに集中させようとしていた。 彼の持つ富と権力は貴族の借位の獲得に十分値するものであった。クラリッサの祖父が亡くなり、彼女にはかなりの額の財産が残された。彼女は伯爵の相続人、ロバート・ラブレースと結婚をすれば、伯爵寮を相続することで、さらなる貴族社会への道を進むことができるようになった。ジェームズの返答は、ラブレースに決闘を申し込むものだった。ラブレースは後に、 家族の敵となる。ジェームズはクラリッサにロジャー・ソームズとの結婚も提案していた。彼はジェームズとの財産の交易に積極的でジェームズの財産を集めてジェームズをロード・ハーローにしようとしていた。このためハーロー家はクラリッサとロジャーとの結婚に賛成し、クラリッサは半ば強引にロジャーと結婚させられそうになってしまうのだが、クラリッサは ソームズのそやっぷりに不快感を示してしまうのであった。クラリッサは自由になるため、ラブレースと連絡を取るようになった。そこで、ラブレースは、家族が、クラリッサの結婚を推し進めている最中に、クラリッサを騙して、自分と駆け落ちするように仕向けた。ハーロー家の使者であるジョセフ・レイマンは、クラリッサとラブレースの逃亡を察して家族に、大声で知らせたが、すでに彼らは、 逃げ出そうとしているところであった。起こりうる余波に怯えながら、クラリッサは、なんとか、ラブレースとの逃亡に成功した。しかし、クラリッサを待っていたのは、数ヶ月に及ぶラブレースによる、監禁生活であった。クラリッサは、ラブレースによって高貴な女性に変装させられた女性の、いる、多数の泊まり場所、さらには、売春宿にさえ押し込められたのだ。クラリッサは、 ラブレースの求婚を幾度も拒否し、一人で平和に生きていこうと願って、ラブレースから逃げ出そうとした。しかし、ラブレースにそれを発見されてしまい、クラリッサは彼にうまく言いくるめられ売春宿に引き戻されてしまう。クラリッサ・ハーローを誘拐する悪党、ロバート・ラブレース・ラブレースは、ハーロー家の彼に対する仕打ちを恨んで、クラリッサと結婚し彼女の体と精神を我がものと、 しようとした。ラブレースはクラリッサが純潔を失うことによって、彼女を自分と結婚させられるに違いないと信じ込んでいたのだ。しかし、ラブレースはクラリッサに魅了されていくにつれ、純潔の美徳を備えた女性が存在しないと信じるのは難しいことに気づき始めた。ついに、ラブレースはうちに秘めた焦燥と、クラリッサへの膨れ上がった情熱が結びついて、 思い切った行動に移った。彼女を薬で眠らせ強姦するにまで至ってしまったのだ。売春宿のシンクレア夫人と他の売春フラもラブレースがクラリッサの強姦を手伝ったようであった。このためクラリッサはラブレースとの結婚を余儀なくされたはずだった。しかしラブレースの意に反してクラリッサはより一層堅タなに下劣で堕落した。 ラブレースのような男との結婚を嫌がるようになった。クラリッサは再び売春宿からの脱走を試みるが、またしてもラブレースに見つかり騙され売春宿に引き戻されてしまう。彼女は2回の逃亡により未払いの経費を支払って、もらうため、数日間投獄されてしまうことになってしまうが、解放され、商人とその妻と共に生育を見つけた。ラブレースはその後も、 彼の家族や彼の親友であり、放道者であるジョン・ベルフォードの手伝いのもとクラリッサに、求婚し続けたが、クラリッサは同意する決心をすることはなかった。クラリッサは、ダブレースの幾度もの求愛に、普段の恐怖を覚え、精神が疲弊し重病を患ってしまう。クラリッサの病状は、次第に悪化していった。彼女は、ベルフォードと友達になり、彼に、 自分の意志を遺言として残すことにした。クラリッサは自らに迫る死を受け入れ、自らの周囲を整理し出した。ベルフォードはクラリッサが死を淡々と受け入れるように、驚き、ラブレースからの死打ちを悲しんだ。ベルフォードは、ラブレースに何通りも手紙を出した。その一つには、もし、神聖なるクラリッサが私に、ラブレース、貴様の首を絞めろと望むのならば、私はそれを厭わない。 と書いた。ついに、クラリサは彼女自身の純潔の美徳と死後のより良い、世界への期待に満たされた意識の中で、いとこのモーデン大佐と多くの人々に囲まれながら、死を迎えた。ベルフォードは、彼女の意志通り彼女の物品と財産が彼女の望む、人の元に渡ったことをしっかり見届けた。ラブレースは、ヨーロッパへと旅立ったが、 その後も友達のベルフォードと連絡を取り合っていた。そこで、ラブレースは、モーデン大佐がラブレースを探し出して、クラリッサの代わりに決闘を申し込むことを、このめかしていることを知った。ラブレースは、モーデン大佐の脅しに屈する前と彼と相決闘を受けることにした。決闘は、ドイツのミュンヘンで行われた。その結果、モーデン大佐は、わずかな傷で済んだのに対し、 ラブレースは大怪我を追い翌日に死亡した。彼は死ぬ前にこの罪を償おう。と言ったという。クラリッサの家族はようやく自分たちの過ちが彼女を追い詰めていたことを悟った。しかし時はすでに遅く、クラリッサはすでにこの世にはいなかった。この物語はそれぞれの登場人物のその後の運命を語って終わる。イギリスの BBC は1991年。 この小説を原作として、ショーン・ウィーン、サスキア・ウィッカムを主演とする連続テレビドラマを放送した。また、BBC ラジオ4にて2010年の3月から4月にかけて、この小説を原作として、リチャード・アーミティッジ、ゾーイ・ウェイトを主演とするラジオドラマを放送した。以下の見出しのほとんどは、リチャードソン・ビブリオグラフィー・バイジョン・エイ・ドシンジャーからのものです。 ありがとうございます。